はい、どうも、こんにちは、みじんこです。この動画というか、このシリーズは、なんだろうね、アップ速度が遅いのがわかるかな。痛い、何？まずなんか、出れたぞ。とりあえず、これ家です。家、まあ、前回パート1で家建てるとか言ってたけど、まあ、一応録画したんですけど、その動画ファイルが、消滅したんですよ。とりあえず、家の紹介といっても、ドアの上を一マス開けて、なんか変な、殺風景というか、なんか見たこともない家を作ってしまいました。痛い。あと、動物探検、行くってさっきから言ってるけど、あれです、何マス以上だったっけ？4マスぐらい。いや、3マスか。3、4マスぐらい、隙間がないと入れないんですよ。だから、警告というか、そういうところに入りたい。とりあえずですよ。石炭は、取ったんか、前回。とりあえず、剣を作ります。探検用の松明と、木の棒もちょっと余分に作っといて、食料は、そうだな、食料は、食料はゾンビ肉で頑張ろう。で、ひとまず、でも死んだら一緒だから、もう、チェストとかは作らなくていいかな。とりあえず、もう、行きます。夜です。寝ます。やっぱ寝なくていいです。とりあえず、洞窟か。やばい。ちょっとモンスターハンターじゃねえよ。ちょっと、戦う練習だ。戦う練習をしよう。まず、もうこんな時に、多分また前回、みたいな夢を見てしまうかもしれないから、寝ます。寝るときは降りていいんです。寝るときだけで。ちょっとどっか行かないで、おやすみなさい。ちょっとじっとしなさい。何暴れてるの。早く行きたいとか言ってるんじゃねえよ、我が動物探検は、怖いんだぞ、お前。そんな、気軽な気持ちで、行けるわけないんだよ、お前。相棒のそういや、この馬の名前決めてない、そう。この2マスの、縦2マスは、草だからあれかな、窒息しないのかな。とりあえず石とかだったら、もう即窒息ですよ。一瞬で死んじゃいます。ということで、なんでゾンビいるの？なんで？燃えた。青い。確か、燃えてるゾンビに触れたら、俺らも燃えるんだ。やめて。痛いよ。こんなところで死んでたまるか。痛い、なんか、スケさんの弓矢が届いたか、なんかマグマがあるぞ。やばい、空腹度が見れねえ。てか、腹減った。とりあえず、動物探検の準備ということで、カットします、カット。とりあえず、準備ということで、ひとまず、肉集めて、石集めて、石炭もちょっとあったから、集めて、今、肉集めたらもう、行きます。とりあえず、牛が、前回結構いたような見覚えあったんですが、羊王国ですね、ここら辺は。羊しかいません。ほとんど羊。いたぞ。痛い。ごめんね、ちょっと。馬さんの、前回だったっけ、あれです、コメント結構いただいて、
まあ、うん。意外にね、この動画、そんな、あれだ、もう、ほぼぐだぐだだから、うん、ちょっと噛んだけど、まあ、いつも噛んでるけど、まあ、その、もう今そんなこと気にするなと、うん、まあ、ちょっと話がずれてしまった。何を落としてたっけな。そうそう、馬の回復方法。小麦じゃないかって、前回言ってた人、いましたが、まあ、ちょっと、調べてみます。僕も調べてないというか、わかんない状態に。とりあえず、一個ステーキ食べて、自分の空腹ゲージがわからないからね。うん、回復してるから今は、スタミナ9以上ということかな。とりあえず、まあ、肉焼けるまで、どこの動物行こうか見ておこう。ピッケル足らなそうだから、とりあえず、うん、石集めて、石集めたらまたカットします。じゃあ、うん。まあ、今カットしようか。カット。とりあえず肉焼けたので、と言っても、今石集めて帰ってきたら焼けただけだから、うん、行く動物はまだ見つかっていない。もうそんな遠く行きたくないから、ここら辺狭いんだよなぁと思ったゾンビがいるぞ。やめて、燃える、また燃える、また燃える、また燃える、やめて、やめて、オッケー。うん、なんでこんなゾンビの声が聞こえるんだ、ね、ゾンビのスポーン、ブロックもしかしたらあるかもしれない。うん。目標とか、しっかり立ててなかったから、うん、まあ、とりあえず降りないことと、死なない、死んだ終わりだけど、うん、とりあえず、ね、長生きすることだね。長生きしたら、まあ、目標という目標、どうしようか、ダイヤ取れば、うん、目標はダイヤに取ることにしよう。前回言ったっけ、前回なんか、本当ね、もう前回は、くだりまくりのグダグダ回だったから、ね、今も、まあ、まあ、まだ実況を始めて、もうない、たまいたい。卵なんで、うん、この隙間じゃやっぱきつかった。もうちょっとね、てかなんか石炭結構あるよね。渓谷とか行きたい。うん、でもなんか録画、あ、でも大丈夫かな。録画時間的に、うん、また前回に伸びるかもしれない。意外にこの馬乗りながらのプレイは面白いかもしれない。意外にね、なんだろうね、慣れたら、ちょっと操作しやすくなるかな。前回は、ほんと、めちゃくちゃ、ごめんね、馬。もう名前も決めないと。というか、ちょっと、前回より、あ、なんか今回ハードなんだ。ノーマルでいきます。なんかマグマ多い。お、かぼちゃだ。マグマ多いな。なんか空洞がある。前回よりちょっと軽くなりました。なんだかわからないんだけど、豚さんがいっぱい。豚さんファイヤーしよう。ガッ！いけ。ちょっと、かわいそうだけどね。何この空洞。すごいな。なんだろう。ちょっと夜になってきたし。来たし。何ないぞ。すごい地形に手くわしたら、抜けるしさ、水流れてるし、なんだろう、幻想的って言っていいのかわかんない。うん。まあ、アホだからね、もっと。本当に、なんだこれは。まあ、そんなぐらいしか言えないですね。とりあえず、でかいゴミ。とりあえず夜に寝るの面倒くさいから早めにもう動物を発見したい。うん、なかった場合は倍速やら何やらいろいろする。のんすけさんがいる。とりあえずね、瞬速の足じゃない、馬のこのスピードは、うん、一瞬でモンスターを振り切れる能力があるから、夜はそんな囲まれることは基本的ないと思う。
あるとしても、こんな登れないところに出くわしてで、ユースケさんがいるけど、クマさんがいるけど、もう振り切れると、うん、なんかいっぱいいる、なんかいっぱいいる、落ちる、痛い、あ、クリーパーいる、やばい、危ない、痛い、振り切る、なんかクリーパーいっぱいいるぞ、クリーパーいっぱいいるぞ、やばい、馬さんもさ、とりあえず、モンスターで、そっか、モンスターが近くにいるけど、ないんだったっけ、とりあえず動物探検行けなかった、ごめんね、今回はちょっとここまでなかなか進めない、じゃあ、ありがとう。